ちしておりました。皆様にいいお知らせがあります。先日出版された娯楽小説の売れ行きが好調で、複数の書店よりいつ重版されるのかとお問い合わせが殺到しております。やったぜ。新人作家がこのような成功を収めるなんて偉業とも言えましょう。同じ冊数の初版であっても大半の作品はこの3割も売れませんから。こちらは見本紙です。どうぞお受け取りください。売上に対する報酬は後日お送りしますので、またその時お知らせいたしますね。あ、そうだ、この娯楽小説を書いた目的は新生鍛錬筆記の影響を減らすためだったよな。かなり売れてはいるみたいだけど、あんまり実感ないな。これで本当に効果が出てるのか？安心せ、変化はすでに生まれておる。ほれ、周りの者の声に耳を傾けてみよう。以前と違うじゃろ。なあ、今流行りのおまじない知ってるか？真夜中に神聖鍛錬筆記に書いてある呪文を唱えると願いが叶うっていう。ああ、それね、前に流行ってたやつでしょ。あれならもう古いよ。周りでもそんな話をしてる人なんていないだろ。今流行ってるのは狐お姉さんの秘伝術さ。その呪文だったら僕ももう覚えたよ。狐お姉さんの秘伝術？なんだそれ。なんだ、まだ読んでないのか。なら教えてやる。噂によると無月の夜にその術を唱えれば千個と大勢の妖怪から加護を得られ、どんな願いでも叶うらしい。あとこれも噂なんだが、神聖鍛錬筆記のおまじないはかなりヤバいものらしいぞ。願い事で手に入れたモナが一晩で葉っぱに変わったらしく、しまいには高熱でうなされることになったそうだ。最終的には狐お姉さんの秘伝術を使ってやっと落ち着いたとか。つまりこの術はあの呪文よりも高度なものってことだ。俺の周りの奴らもこの術を試してみたくて無月の夜を待ちわびてるほどだしな。そうなのか。だったら俺も準備しとかないと。どうじゃ、安心したか？本当だ、みんなの興味がオイラたちの娯楽小説に移ってる。でもあいつらの言ってた無月の夜って何のことだ？物語を考えた時にそんな設定はなかったはずだよな。この先とても重要になってくるものじゃよ。さて、この勝負もそろそろ次の段階へと移る頃合いじゃろう。あれ、次の段階なんかあったのか？当然じゃ。小説が存在するということはそれを書いた者もおるということじゃからな。なあ、確かにそうだな。そいつを放置したらまた次の神聖鍛錬筆記が出てくるかもしれない。それにあの小説を書いた理由も調べないと。うむ、では取り掛かるとしよう。この小説を書いた者についてはすでに特定できておる。智之という名の不幸な小説家じゃ。じゃが、わらわたちがそやつを見つけた時、その小説について全く覚えがないと言っておった。そう、そやつもかつて取り憑かれておったのじゃ。しかも自らの意志ではなく霊魂側からの干渉でな。話を聞くと、当時投稿した小説が失敗に終わり、途方に暮れながら一人で荒海の近くを歩いておったらしい。失意の果てに、誰でもいい、俺にすごい小説を書かせてくれと言葉にした瞬間、意識を失ったそうじゃ。でもその小説を書いた霊魂はもうそいつから離れてるんだろ？どうやって探すんだ？そんなのは簡単じゃ。あやつは小説の中で降霊術の呪文を書いておった。それを使って呼べばよい。わっぱよ、また何時の出番じゃな。何を言うておるのじゃ。面白いのはここからなんじゃぞ。
しませんでした。あなた方の才能をさらに発揮していただくためにも、そろそろ次の巻の発売日を決めた方がいいかもしれませんね。その娯楽小説だったら3冊買ったよ。一つは鑑賞用、もう一つは保存用、そして最後のは友達への布教用だ。この素晴らしい挿絵だけでもモラを払う価値がある。階段にはあまり興味ないけど、キツネお姉さんの秘伝術は例外だよ。無月の夜になったら絶対に試すんだ。ああ、キツネお姉さんが僕の願いを叶えてくれますように。正直、もういても立ってもいられない。早く次の巻を。ってあれ、次の巻っていつ出るんだ。ああ、まさか長いこと待たなきゃいけない羽目になるのか。と握手会をするのに一番適した場所じゃよ。わらわの調べによると、ここはあの霊魂を呼び出せる可能性が最も高い場所のはずじゃ。本当か？でもここめちゃくちゃ不気味だぞ。怪異に関することじゃからな。こう不気味なのも仕方あるまい。もうすぐ神聖探偵筆記の作者が誰かわかるんじゃ。ワクワクしてこぬか。おや、確かに心臓がバクバクいってるけど、これって本当にワクワクしてるからなのか。では行くぞ。おい、待ってくれよ。おや、やっぱり怖い。ちゃんとくっついて歩いてくれよ。お任せあれ。律令呪言。変な絵だな。巫女、何が書いてあるかわかるか？ふむ、昔の稲妻の景色じゃな。すごくよく書かれてるけど、なんか
不気味で怖いぞ。あれ、絵にサインが書いてある。なになに、落斎。よく見えないな。さあ、中に入るぞ。手間が省けそうじゃな。よし、何時らは辺りを探索してみてくれぬか。この部屋を動かす仕掛けがあるはずじゃ。具現化せよ。下がれ。見切りました。
を残す具現化せい、チョク。呪言具現化せい。裁きの雷、律令。姿を残す呪言チョック。呪言やはりダメだった。ここまで、はあ、
最近の八重堂の小説は異世界転生ものが多すぎる。自分たちの世界がそんなにも不満なのじゃろうか。の雷直立流呪言直立流具現化せよ姿を残す姿を残す呪言律令直律令呪言難攻不落見切りましたThank you.
の雷槌。あ、さっきオイラたちが見た絵だ。壁が回転してこっち側に回ってきた。余計不気味で怖くなったぞ。この場所って一体何のためにある場所なんだよ。さてここからはわらわがヨウコの秘伝術を紹介してやろう。この絵は略式降霊媒介といって、多くの面倒な手順を省くことができる優れものじゃ。薄暗い鏡面にはかつての情景が映し出され、それに心を揺さぶられた霊魂たちが引き寄せられる。さて次は何時の出番じゃ。ほれわっぱよ、ここに座るんじゃ。降霊儀式とは、霊魂を生きた者の身に憑依させることじゃ。何時もあの鬼族の武士を見たじゃろ。人間の体から離れた状態では、その場に存在できる時間は限られておる。でも、霊がこいつの体に憑依するなんて、本当に大丈夫なのか？やけにわっぱを心配するのじゃな。まったく羨ましい限りじゃ。はあ、わらわの友人もそのような優しき心を持っておったらどんなに良かったことか。わっぱや、怖いか？大丈夫じゃ、すぐに終わる。なに、夢だと思えばいい。椅子に座り、心身ともに落ち着かせ、あの絵を見るんじゃ。緊張せず自然体でよい。まるで絵の中で座ってるみたいだ。あれ、オイラの錯覚か？今、絵が動いたぞ。呪文を念じるんじゃ、わっぱよ。それと強い思いも必要になる。何を思えば神聖探偵筆記の作者が出てくるか、何時ならもう分かっておるじゃろ。小説に関することだよな。その通りじゃ。じゃがより現実味を与えるために少し背中を押してやろう。先生、小説の売れ行きが良好なのはいいことじゃが、いつになったら第四章の大枠が完成するんじゃ。まさかこの降霊儀式をわし自身に使われる日が来るとはの。
またも小説を書いてほしいという願いか。なんじゃい、この時代では小説が流行っておるのか。やっと見つけたぞ。お前が新生探偵筆記の作者だな。お前が小説に書いたあの呪文、一体何を企んでるんだ。ほう、なるほど。はっはっ、どうりで懐かしい気配がすると思ったら、わしを捕まえるための罠じゃったか。あれをやった意図とな。もちろん呪文の力で、あやかしの亡霊を大地へと呼び戻し、稲妻に血の雨を降らせるためじゃよ。なんだって?やっぱり、そんな恐ろしいことを企んでたんだな。こうも簡単にこのわしを体に憑依させるとは、考えが甘いの。ほう、こやつの体からとてつもない強い力を感じるぞ。よい、実に素晴らしい。この力があればわしの計画を止められる者なぞおらん。無駄じゃ。どんなに叫ぼうとこやつは大きい。この体はもうわしのものじゃ。おい、起きろって。そんなやつに乗っ取られちゃダメだ。巫女、どうにかしてくれって。巫女。金物をしおって、さっきの目くばせはわしにこれをやらせるためだったのじゃろ。ほれ、見たことか。そこの飛んどるおちびちゃんを怖がらせてしまったではないか。かわいそうに。何を言うておる。さっきまであんなに楽しそうに悪役を演じておったじゃろ。すべて我々のせいにする気か。ブラクサイ、ミコ、もしかして知り合いなのか。へ、知り尽くしておるわい。では改めて紹介しよう。こやつが新生探偵筆記の作者、ウラクサイじゃ。いや、より正確に言うと、ウラクサイの記憶じゃな。記憶？ベーコンじゃないのか。まあ、霊魂も記憶も、もともと血脈から来る同種のものじゃ。先日、獣域ハウンドが神王の根に噛みついた剣を、何時も覚えておるじゃろ。その時、血脈から溢れ出る人間の記憶を、何時らは見たはずじゃ。人間のものがあるなら、あやかしもまたしかりじゃ。生前あやかしは法力を有しておる。たとえ赤日の幻影であっても、姿を現すかどうかを意図的に制御することができる。そして一般的に、人間の記憶よりも長くこの世に残ることが可能じゃ。そうじゃ。九段の小説も、わしが神王の根の近くをさまよっておったら、たまたま叫び声を聞いたのが発端でのう。確か、誰でもいい、俺にすごい小説を書かせてくれと言っておったか。で、気まぐれにそやつの体に入り、代わりに書いてやったんじゃよ。そうだったのか。でも、なんで本の中に恒例の呪文なんか書いたんだ？自慢じゃないが、わしは生きておった頃、一世を風靡した大妖子での。
わしの記憶は人間の体に入ることができるんじゃ。ただ、小さなあやかしではそれができぬ。そこであの呪文じゃ。あれを使えば、誰もがこの世にしばし戻ることができる。さすれば、未練を晴らすこともできるじゃろう。でも。こやつは、ランジラのその行為が人間に迷惑をかけておると言いたいようじゃ。迷惑とは、わしらが去るときに夢が終わってしまうことか。あった、それと熱が出てしまうこともそうじゃったか。人間はわしらのような妖力を生まれつき持っておらん。自分たちの手で運命を変えられる点こそ人間の最も誇れる点じゃとわしは思う。他の者の力に頼って努力をおろそかにするなぞ、痛い目を見て当然じゃ。むしろわしは人間のために貢献しておると思うぞ。そうじゃろ、ミコ。わらわもそう思う。わかったよ。オイラもなんだかそんな気がしてきたし。じゃからおちびちゃん、そう怖がらずとも大丈夫じゃ。ミコは普段ふざけておるが、法力では一二を争うあやかしじゃしな。法力だけではない、裏くさい。何時の書いた神聖探偵筆記よりも、わらわの新作の方が人気がある。ふん、そういうことじゃったか。面倒なことを一番嫌うお前が、この画室に来てわざわざわしを呼び出したからには、きっと何か思惑があると思っておったわい。以前みんなで百物語をした時も、いつもわしに盾ついておったしな。まあよい、わしの負けじゃ。これでよいか。何百年もの時を経て、ようやっと何時からその言葉を聞けて、わらわは満足じゃ。いつも人の肩に乗っ取るのが好きだった小娘が、この数百年で立派になりよって。裏くさい。何時に残された時間は、あとどのくらいじゃ？そう長くはない。みんな同じじゃ。わしらは来た場所へと帰らねばならん。じゃが満足しながらも、みんな思わず口にしてしまう。もう一度、百鬼夜行をやりたいと。裏くさい。そのことなら安心せ。わらわがすでに手を打っておる。わらわの鈴の音が響く頃、それは、無月の夜が降臨するとき。わっは！そいつがいい。素晴らしいぞ。あっぱれじゃ。ミコ、その時が来るまで、わしは力を温存せねばならん。昔話もここまでじゃ。わしは帰るぞ。うむ、行くがよい。ミコよ、一つ聞くが、今日まで元気に過ごしておったか。当然じゃ。それはもう日々を楽しく過ごしておる。特に近年、世に娯楽小説なるものが普及した。それだけでない、おせっかいな二人の異教人とも出会えた。それに、あの頑固な A も、ようやく少し融通が効くようになったしの。ほっほー、そいつはいい、素晴らしいわい。裏くさい、何時もきっと、この時代を気に入るじゃろ。何時のように物語をかけて絵も描ける人物は八重堂の主力となれるはずじゃ。わらわが直々に原稿を催促するほどのな。あ、消えた。目は覚めたか？大丈夫？
意識ははっきりしておるか？さあ、前にもやったようにわらわの後に。ほう、わらわが言うよりも先に答えるとは、どうやら頭に支障はなさそうじゃな。どうじゃった？初めて憑依された感覚は。そうかそうか、どうやら何時に事の一部始終を説明する必要はなさそうじゃ。裏くさいに負けを認めさせることができ、わらわも心がすっきりした。じゃからあやつらがやりたいと思ったことは、わらわが代わりに叶えてやらねばならぬ。そうじゃ、あやつらは血脈を流れる記憶の一部に過ぎぬが、それでもきっと壮観なものになるはずじゃろ。ここまで付き合ったんじゃ、もちろん最後の儀式も手伝ってくれるじゃろ。おいおい、まだオイラたちをこき使うのかよ。はっ、さっき裏臭いと一緒になってオイラをからかったし、もう手伝わないぞ。まあまあ、乗りかかった船じゃろ、最後まで手伝ってくれぬか。それに何時らの原稿料はまだわらわの手元にあるんじゃぞ。原稿料！ふぅ、こんなはずじゃ。肝心に泥船に乗った気分だぜ。うむ、時間ぴったりじゃな。はっ、原稿料のためなんだ、来るしかないだろ。ミコ、百鬼夜行の手伝いって何をすればいいんだ？正直オイラたち、百鬼夜行が何なのかしら分かってないんだけど。百鬼夜行と聞くと恐ろしいものに聞こえるやもしれぬが、ざっくりといえばただのあやかしたちの集いじゃ。その昔、あやかしたちは宴を開き、溺れるほど酒を飲んだ。揚力で空を飛び、その様は月の明かりさえも遮るほどであった。じゃが現在、地脈から溢れ出たあやかしの記憶は力が弱く、空を飛ぶことさえままならぬ。そこで、わらわがあやつらのために修霊儀式を行い、散逸した記憶を集合させるつもりじゃ。さすれば、あやつらは鳴神大社の上空へと集うことじゃろう。そして力尽きた後、満足してあるべき場所へとやつらは帰る。実は儀式の前準備はもうとっくに終わっておる。わらわが小説に書き加えた呪文と、無月の夜を覚えておるか？確か、無月の夜に狐お姉さんの秘伝術を唱えるんだったよな。そうじゃ、
あの本に書いたのは願いを叶えるためのまじないではない。地脈の記憶を鎮める術じゃ。その時が来たら皆であやつらを送ってやろう。わらわはじきに儀式の準備に取り掛かる。そこで汝には二つのことをしてもらいたい。まず神社の巫女たちに下山するよう告げること。百鬼夜行が行われれば大量のあやかしの記憶が鳴神大社の上空を舞う。万が一誰かに憑依でもされたら後々厄介になるからの。その後わらわは儀式を始め、あやかしの記憶を集める。この過程は時間がかかるゆえ、その間なんじらには陽光山のふもとで魔物の動向を探ってきてほしい。普段のチリチリとなった記憶であれば危険はないが、力が集まれば魔物たちにも影響を与えてしまうやもしれぬ。奴らは本能で山へ登ろうとするじゃろう。なんじらにはそれを阻止してきてほしい。お、わかったぜ。で、その後はどうするんだ？ふむ、その後か。神社へ戻り手伝いをしながら近くであやかしを見るのも悪くないじゃろう。よし、それじゃ出発しよう。行くぜ。下山を？宮司様の命令ですか？そうなんだ。これから行う儀式がお前たちの体に影響を与えるかもしれないから、巫女が山を降りるようにって。そうなのですね。すぐに手配いたします。あなた方はどうなさるんですか？オイラたちはあいつの手伝いをした後ここに戻ってきて一緒に儀式をやるつもりだ。宮司様はあなた方をとても信頼されているようですね。以前まではこのような重要な儀式を行う際、宮司様はそばに誰一人としておきませんでした。では儀式の方はお願いいたします。安心しろ、オイラたちは強いからな。巫女が儀式を始めるみたいだ。オイラたちも下山して魔物たちを阻止しに行こう。逃がすか。
雪山、逃げ道はありません。さあ、そこだ。見切りました。失礼。やっ、それ、知らなかったか。負け、獣はもう全部片付いたみたいだ。巫女の儀式はどこまで進んだかな。早く鳴神大社に戻って様子を見てみよう。の記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわった？緊張しておるのか？だってこんな光景見たことないから。わあ、本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ、導きたまえ。本によると今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ、導きたまえ。かすこみかすこみかすこみの申す。うらくさい。何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今何時らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけさぞ。ふむ、わらわが想定していた通り儀式は問題なく終わった。ご苦労じゃったな。わらわは何ともないぞ。でもさっき様子が。大丈夫じゃ、何のことはない。わらわは
し、心からわらわのために何かしたいと思っておるのなら、地層でもおごってもらおうかの。お、わかった。今度、おいしいもんをおごってやる。うむ、であれば、次に会うのを楽しみにしておるさ。次の章は出ないんだろうか。ああ、もう待ちきれない。まさか本当に無月の夜にあんなものが現れるなんて。あの夜、陽光山の頂上に黒くて大きな雲が現れたよな。でも本に書いてあった方法で願い事をしても何も起きなかったけど。だな、娯楽小説は所詮娯楽小説ってことか。あれ以来小説に書いてあるおまじないが全く入らなくなったよな。でも旅人の奇妙な冒険ならきっとまた新しい何かを生み出してくれるはずだ。あれ、ミコがいないぞ。店の外にいないってことは先に入ったのかな。店の中を探してみようぜ。わっぱよ、来たか。ミコ、なんでオイラたちの到着を待たずに食べ始めてるんだよ。それはランジラがおごってくれるからに決まっておろう。一番高い料理と一番うまい酒をタダでいただけるんじゃ、いても立ってもいられなくなるのは当然じゃろう。店主、この二人を覚えておくんじゃぞ。会計はこやつらが持つ。はいよ。どうしたんじゃ二人とも、早く席に着かんか。これを食べてみよう。西来島の近くにしか生息しない魚じゃ。釣れた後、夜通しで稲妻城へと運ばれてきたものじゃ。とても新鮮じゃぞ。もしくはこれを飲むか。こんな高級な名酒、普段では飲むのも惜しい一品じゃぞ。もちろん酒を飲まなくてもよい。果汁もたくさんあるぞ。どの値段のものも一通り揃っておる。おい、ミコ、ひどいぞ。前にここで原稿を書いた時は串焼きしか食べさせてくれなかったじゃないか。うん、そうじゃったか。はあ、それが何じゃ。この間わらわにおごると言ったのは何じらじゃったろう。それにわらわのような気品をもてなさぬのは心が痛むことじゃと思うが。でもこれってすごく高いんだろ。オイラたちが払えない可能性とか考えないのか。それなら大丈夫じゃ。問題なく払えるぞ。わらわたちが以前書いたあの小説、近頃また重版しての。
何時らの原稿料もたんまりと入ったのじゃ。の表情、オイラたちを騙すためだったんだな。最初からオイラたちの原稿料を使うつもりだったんだろう。なんじらの今の姿、実に滑稽じゃぞ。ああ、そうじゃ。この前の無月の夜、願い事をしても何も起こらなかったから。まじない系の小説はもう流行らなくなったそうじゃ。じゃから旅人の奇妙な冒険の最新章は新しい案を考えなくてはならぬ。締め切りはもうすぐじゃ。頼んだぞ先生。感謝する。今日は実に楽しかったぞ。そういえば鳴神お社で行った修礼儀式を A も見ておったそうじゃ。まさかあの頑固頭から手紙をもらう日が来るとは。まあやりすぎじゃったようで、くどくどと文句が書いてあったのじゃがな。はあ、別に良いじゃろうに。みんな楽しかったんじゃから。